おはようございます、ケイスケです。ということで今日は、村井さんに普段の食生活とか体重維持するコツ、あと朝昼晩何食べてるとか、結構いろんな質問をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まずなんですけど、はい、普段の食生活とかちょっと教えてもらいたいな。はい、私は8月に大会があるので、それに向けてもスペシャルダイエットじゃないですけど減量メニューに入りました。4週間ぐらいですね今。1日5食食べてます、はい、朝何時に食べてるの？時間がちょっとバラバラなんですけど、9時から11時の間に朝ごはんを食べるようにして、はい、で朝ごはんはオートミール、プロテインパウダー 50g のストロベリー、はい、あとココナッツオイル、はい、まあ、これ1食目ですね、はい、で2食目が、100g のチキンと80g の白米と、あと 100g のブロッコリーで、3食目が油のちょっと多いプロテインなので、サーモンかサバかイワシか、もしくは牛肉 100g ですね、これプラス、さつまいも 100g、 アーモンド10本、そう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 。でそれで、4食目がポストワークアウトになるんですけど、その時は大体お米ベースのシリアルです、はい、食べてますね。お米ベースのシリアルだからチョコレートコーティングしてるのとかあるんですけど、それプラス、ワンスクープのプロテインパウダーですね。で、それで夜ご飯というか、まあ、最後の食事が 100g の卵白と完全卵1個とこれ 100g ですね。というのも、まあ、わりかし鶏のメインを中心にしつつ、まあ、1日どこからタイミングで魚とか、やっぱりそのプロテインのソースを、さまざまなところから取るのがやっぱりいいですね。で本当にボディビルディングを目指したい方はあんまりその植物性からのタンパク質はおすすめしないですね。豆乳とかやっぱりその豆乳の中にイソフラボンが入っていて、それが女性ホルモンに近いものなので、でそれを取ることによってやっぱり体に筋肉がつきづらくなったりとか、まあ、見た目が柔らかくなってしまうというのがありますね。豆腐とかもあるんですか？豆腐ももちろん、そうやっぱりその大豆とか豆類、そうなんだ。そうなので、だからどちらかというとそのアジア人の男性、体がちょっと柔らかく見えてしまう人が多いってよく言うじゃないですか、はい、それってまあそういった理由があって、日本の場合もちろん豆腐もそうだし、お味噌汁も味噌が、ね、大豆だし、だから、まあ、私の場合味噌汁も豆乳も豆類全てもう取ってない、取ってないですね。それ結構今すごい勉強になりましたね。本当に真美さんのその栄養の知識すごいから、いやいやいや、もう私も全然ね、私のコーチとかから比べたら全然足元にも及ばないレベルですけど、でもやっぱりこういうことやっていくことによって、自分とかね、家族の役に立つような、そうそう、栄養学じゃないですけどっていうことも勉強できますし、本当にライフスタイルが変わるような生活を維持してるなと思います。自分の家族も全員筋トレ始めましたね。あ、やっぱり栄養もやっぱみんなプロテイン飲みやったし、でも絶対日本人の食生活ってまず足りてないのってプロテイン、タンパク質かなと思って、すごい炭水化物多いですね、日本食って。特に煮物とか食べてもそこの中に砂糖が入ってるし、結構お砂糖、結構甘めの味付けがね、中国、韓国、日本すごく結構甘めの味付けが多いかなと思って、はい、そうですけどそこまでいうと世界中確かに美味しいものは、そう、脂質の炭水化物です、ね、確かにね、やっぱりそれがね、辛いところ、私たちの辛いところで、自分たちがどれだけのカロリーをどこからどういうふうに持っていいのかっていうのを分かってるので、はい、例えば外に行って屋台でパッタ行ってたら、これ一体どのくらい砂糖入ってるかとかいうのを考えちゃうから、まあ、今減量してるっていうのも理由ですけど、外で食べなくなりました。確かにやっぱ実践に勝るもんないです。やっぱり自炊が一番だと思いますね。やっぱり日本のボディビルディングってね、なんて言うんでしょうね。
はあんましないですけど、やっぱり違うかなっていうふうに思いますね。なんか腹筋はつけちゃダメとか、シックスパックは限定になるとかって一体誰が言ったんですかって思うし、その辺は暴いちゃった方がいいんじゃないですかね。ねえ、ちょっとそこ相談してくれる。怖い怖すぎる。いや、本当に多分私プロになるんで。いや、なる気でいます。絶対なりますよ。だってなんかもう自分初めてこんなにすごい体っていうか、ジムで初めて見かけてすごいなってことで今日、まあ、コンタクトになってやったんですけど、本当に、まあ、これから多分インスタグラムとかで、まあ、トレーニングの仕方とか食事生活とか上げていくっていうことなんで、まあ、ぜひよかったらフォローしてください。フォローしてください。なんでこれからちょっとコラボとかしてって。そうですね、まあ、じゃあ腹筋大会は絶対やりましょう。絶対お願いします。はい、腹筋大会はやります。そうですね、はい、ということで今日本当にありがとうございました。ありがとうございます。